気持ちですね、私が今思ってるのは、まあ、すごくハラハラワクワクドキドキしております、うん、で、まあ、この会社今2024年で、まあ、100周年を迎えるわけなんですけども、まあ、この100年の、まあ、重さっていうのはすごく大きいものだというふうに感じてます。で、まあ、これから先、さらなる成長を、生んでいかなきゃいけないというところで、まあ、私としての責任としてやはり、この会社がさらに成長できるように、運営していかなきゃいけないというところになりますので、まあ、頑張って、我々は遊びメーカーでございますので、世界の皆様に、まあ、ワクワクを届けられるような会社にしていきたいというふうに思っております。今また我々が掲げているビジョンは、高い品質とクリエイティブ性を持ち、世界で愛される、まあ、総合遊びメーカーに成長するというところで、まあ、営業収益でだいたい3000億、営業利益で300億円の会社に成長させようと、まあ、それを2029年度、まあ、カレンダーでいうと2030年になるわけなんですけど、まあ、そこに向かって、我々このタカラトミーという会社をより世界で、プレゼンスのあるような会社にしていきたいというふうに思ってますね。やはりこう成長していくためにはいろいろなところで挑戦していかなきゃいけないというふうに思ってますね。特に例えばでいうと地域軸というところで言えば、まあ、今グローバルという言葉は全然もう無視できない時代でございますし、年齢軸というところでは、まあ、キダルトという言葉が今海外でも生まれてますけれども、うん、まあ、子どもだけじゃなくて、まあ、お子様だけではなくて、いろいろな幅広い年齢層に対して、遊びを提供できるような会社に、していかなきゃいけないかなというふうに思ってます。今回パーパスを作成させていただきまして、それは遊びへかける品質は世界を健やかに、賑やかにできるという言葉で、今回作らせていただきました。策定した理由としては、この会社ってこう、まあ、できても100年経つわけなんですけども、そこの、まあ、礎となったものに創業理念というものがありまして、それは我らの優良な商品で世界の市場にぎわせよう、誠意と努力は他を自己の幸福のもととなるという言葉で、をベースに、まあ、我々動いていたわけなんですが、我々の世代って決して創業者と接点を持っているわけではないので、まあ、創業された方と接点を持っているわけではないので、この言葉の熱だったりっていうものは、まあ、やはり言葉上でしかわからないっていうふうに思ってるんですね。まあ、そういうこともあって、やはりこの100年に目になって、次の101年もありますけども、まあ、新しく、まあ、起業していくという気概も込めて、まあ、やはり私が熱意を持てる、理念類というか言葉に、切り替えさせていただきたいと思って、今回このパーパスを策定させていただきましたね。そうですね、この遊びに関しては、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、今の新しさっていうところに新しく変わっていこうという気持ちを伝えたかったっていうのがあって、この遊ぶっていう言葉って単純にこう物理的に遊ぶだけの言葉ではなくて、ある意味こう我々企画開発としても、まあ、いろんな意味で思考とかクリエイティビティとか、そういうところでもやっぱり遊びっていうのは存在していて、でそういった時にこう単純にこう遊ぶという感じの字というよりかは、我々がやっているのは、こう当然お客様に遊びを提供するっていうのもありますし、遊ぶ空間を作るっていうのもありますけど、作り手としては、まあまあ、ある種最高のクリエイティブマインドを持った、グループでございますので、まあ、そのクリエイティビティというのはやっぱ遊びから生まれてくると思うんですね。まあ、いろいろな組み合わせとかってことですけど、うん、まあ、その点で、新しい言葉として、まあ、遊びっていうのをカタカナで作らせていただいたって感じですかね。はい、うん、私もこの会社に入社して本当に思うのは、そのおもちゃのはアウトプットで、そこの裏にあるこう作られ遊びのこう空間を作ることっていうのが、僕らすごい熱意をかけて作ってるんですね。
まあ、例えばで言うとプラレールっていうのもものすごく絶妙に遊びが設計されていて、例えば3歳とか4歳の子供でも自分で考えた、こう、なんていうんでしょうね、作ってみたいものを作れるように設計されているんですよ。だから、まあ、要はレールをつなごうとして、たまに多分お客様でいらっしゃると思うんですけど、なかなか最後こうちょっとつながらないとか、そこをちょっと力技でこうつなげられるようになるんですね。それってそういう遊びの領域を作っていて、それは 3,4 歳の子供にとってはそれぐらい の, なんでしょう、ね、柔軟性というか自由度というかがないと、やっぱ自分で思い描いたものって作れないと思うんですけども、まあ、そういう観点で言うと、まあ、おもちゃを作ってるというよりかは、その消費者の目線に合わせて本当に自由に、まあ、ある程度の制約条件の中で自分たちの想像力を発揮できるような空間を作る、設計する仕事をしているっていうのが僕らになりますから、まあ、その点ではおもちゃっていうのは最終的にそういう手段としてのアウトプットであって、僕らが本当にこう熱意を持っているのはやっぱ遊びを作ることですかね。はい、そうですね、はい。まあ、バリューズで掲げている言葉ですけど、まあ、世界を覗こう、思考しよう、冒険しよう、あとは夢にあがこうという言葉あると思いますが、まあ、これって結構ですね、うち当社が創業した時の気持ちに近しいんじゃないかなって思うんですね。やはり世界を見ながらどうやってビジネスしていこうかとか、そんなに簡単じゃないんで、いろんな観点で考えなきゃいけない。でもそれって志があるから疑問が生まれる。だから思考する力もすごい強かったですし、で当然正解なんてそんな簡単に見つからないので、まあ、いろんな悪戦苦闘していくっていうところでいうと、挑戦しなきゃいけない、うん、その点ではまあ挑戦というよりか冒険に近いところもあったでしょうし、うん、で、まあ、質問でありました夢にあがこうという言葉も、なんて言うんでしょうね、すぐ回答が見つかるわけではないんですよね、うん、まあ、遊びを作る時においても結構な悪戦苦闘というのはしています。まあ、例えばで言うと、まあ、昔の事例で言うと、まあ、ブリキから、まあ、プラスチックへというところの時代がありましたけども、やはり素材が変わる時って相当悪戦苦闘しながら、その素材にフィットするように遊びを設計していくことに、まあ、時間をかけていったっていうのを伺ってます。多分年数としても、まあ、1年とか2年とかのレベルではなくて5年とか6年とかっていう長いスパンで悪戦苦闘していったと。でその結果がプラスチック玩具を、作る力につながったっていうところなので、やはりまあでも今の現代の例で言うとあれですね、このソラキューも似たような感じかもしれないですね、はい、プロジェクトとしては大体6、7年ぐらいかけてやってたプロジェクトですけども、まあ、いろんなこう形状のところでの仮説検証とかをしていきながら、まあ、月面で動くものを作るというところもやはり、まあ、夢がないと、うん、頑張れないですし、頑張ってもすぐ回答は見つからない、うん、でもその先にあるものがで夢があるから頑張って回答を見つける。でちょっとこうなんて言うでしょうね、泥臭いかもしれないですけども、やはりそういう気持ちっていうのは遊び作りにおいては本当に大切な考え方になりますね、はい。100年後ですか100年後、まあ、残念なのは僕生きてないってことですね。技術が進歩すれば多分生きてるか分かんないですけどね。だからまあただこう歴史を紐解いてみると、この100年前、もっと言えば、まあ、500年前でもいいのかもしれないですけども、まあ、子どもたちの遊びってこう表現されている絵画とかいろいろあって、そういうのを見ると500年前でもなりきりっていうものは存在しましたし、コマ遊びだって存在してましたし、まあ、ある意味こう今描かれている子どもの遊びのその役割っていうものと昔の描かれている子どもの遊びの役割ってあんま変わらないかなと思うんですよね。ただその材質が違かったりとか、
キャラクターが載っていたりとか色の使い方とか、まあ、その時代に合わせた形での、まあ、アウトプットはあると思うんですけど、そのアウトプットを支えている役割っていうところっていうのは、まあ、昔も今も変わらないんじゃないかなと思うんですね。なのでおそらく これから先の100年においても僕たちの役割っていうのは、こういう子どもたちであったり、まあ、年齢層も広くなってきてますけども、人たちに対してそういう社会においての人と人とのつながりとか、まあ、ある種にぎわいとか、そういうものを生み出していくことというのは、これからも変わらずに求められていることなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、デジタルとの、まあ、の何でしょうね、組み合わせ方ってもう本当いろいろあると思うんですよね。ベイブレードでもいろいろ商品をお伝えするときにも伝え方っていうのは昔は紙の媒体でしたけども、まあ、今はメタバースでのゲーム空間で、まあ、ロブロックスっていうゲーム空間の中でも露出をしたりとか、まあ、そういうところでお客様に認識してもらって、まあ、楽しんでもらうような時代にもなってきてますので、まあ、その点ではデジタルというところでの、なんでしょうね、接点の持ち方っていうのは非常にいろいろあるんじゃないかなと思います。ただ一方でなんか我々の良さって、なんでしょうね、物理的に集まれるとか物理的につながれるっていうんですかね、親との子供との会話にも生まれますし、プラレールでも親と子供親御さんで一緒に作られたりとか、あとはまあベイブレードなんかもそうですけど、まあ子供と大人が大会に出て戦ったりとか、そういうなんか何でしょうね、社会って人と人とのつながりだと思うんで、その点でまあそういうつながりをうまく生み出せるようにしていくことが重要かなと思ってるんで、その点でフィジカルとかデジタルっていうのはそれは一つの手法かなっていうふうに思いますね。はい、そうですね、そこはやっぱ当社の強みかなという思いますし、まあ、一方でそれぐらいお客様に愛していただけていただいてもらってるのはすごく嬉しいことですね。なので、まあ、その点でまあ、これから先も変わっちゃいけないこともいっぱいあると思うんですよね。だからそこはしっかり、お客様が大切にされていることはお守りしながら、変えていかなきゃいけないことはしっかり変えていくという形かなと思いますね。これから先、まあ、おもちゃ市場をしっかりにぎわしていくっていうことでいうと、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、他社とのコラボレーションという点では、まあ、いろいろなことを、他の会社さんとやらせていただいてますけども、まあ、やはり我々としてやらなきゃいけないのは遊びをしっかり作っていくっていうことだと思うんですよね。特にお客様が驚いたり、まあ、ワクワクしたりドキドキしたり、まあ、そういうものを作ることっていうのがすごく何でしょうね、がおもちゃ市場においては一番大切なことなんじゃないかなと思うので、まあ、その時に何でしょうね、もう異色のコラボレーションとかっていうのも、うん、お客様にとってはっていうふうに思われるところ、いい意味の驚きですよね、うん、っていうところも、まあ、作れればいいかなっていうふうに思ってますけどね、うん、はい、新しい世代になってというところもありますし、ただ、まあ、他の会社さんとか見てもまあ、同業界の方々でいろいろなコラボレーションというのはすごく起きておりますし、例えばで言うとハスボルとレゴのコラボレーションとか、うん、でトランスフォーマーズの名前でオプティマスプライムのレゴ出てましたけども、あれもすごく業界的に驚きがあったかなと思うので、そういうなんかポジティブな、まあ、驚きっていうものを作れるのはすごくやっぱ遊びを作ってるメーカーとしては楽しいところだと思うんで、そういうことをいろいろやってこれたらやっていけたらなっていうふうに思いますけどね。もうちょっと私ちょっと おこがましくてそこまで言えるかどうか分かんないんですけども、ただ私も遊びというか、まあ、ベイブレードの大会とか見に行ったりとか、子供たちがプラレールとかトミカとかで遊んでるシーンとか、トミカ博とかプラレール博とかで見させていただいてて、やっぱすごくいいなって思う瞬間っていうのはやっぱありまして、
やっぱうちの我々のイベントで子どもたちの皆さんと親の皆さんがこう楽しく会話されながら、その日の時間を使っていただいてたりとか、まあ、一方ではそのベイブレードでいうとその大会にをやれば泣く子もいれば喜ぶ子もいるし、でもそれって生活とか人生の中でおいてはすごい大切な経験だと思うんですね、うん、だからまあやっぱり我々としてはその子どもたちにすごくまあいい意味のインパクトっていうか、まあそれをあのパーパスでは健やかさというふうに言わせていただいてますけども、あのそういう機会というものを埋めるようにしていきながら、まあ将来遊んでいただいた方が大人になったりした後に、あこんな遊びしたねとかそういうことを言っていただきながら自分のこう生活の一部のこうヒントとか糧になってくれたらいいなというふうに思いますね。